千葉市立宇多瀬中学校は千葉市美浜区宇多瀬にある公立中学校。学区は美浜区宇多瀬地区内全域で1995年に開校した。同校は幕張新都心の居住地区である幕張ベータ運内に位置し、周りのマンション群に合わせた近代的なデザインの校舎を持つ。また、県内では初の教科センター方式を採用した学校である。 制服やチャイム、校則は基本的に設定されておらず、全体的に見て独自な校風を持っている。平成30年度の生徒数は市内で3番目に多く877人の生徒が在籍している。生徒数が増えてきたため近隣に別の中学校を開校する計画があったが校舎を増築することで取りやめになった。なお、市内で 最も生徒数が多いのは蘇我中学校、次に多いのは花園中学校である。ここでは JR 京葉線海浜幕張駅からの行き方を説明する。海浜幕張駅北口のバス4番乗り場からベータウン循環マリンルートに乗車し、打たせ中学校バス停下車。運賃は IC カード利用で165円、現金170円。 海浜幕張駅南口から徒歩約20分。校舎は3階建てでアリーナは1階がアリーナ、3階が武道場となっていて、施設全体の敷地面積は24,028平方メートルである。同校では教科センター方式を採用しているため国語や数学などといった実技系でない教科にも専用の教室が用意されている。 またクラス専用の教室はないため荷物はクラス専用のホームベースに置き、学級活動や給食などは各教科の決められた教室をホームルームとして借りる形になる。また、校舎を上から見るとベータウンの B の形になっている。校舎国語、社会の教室が中心。実技系教科の教室も多い。吹き抜けが多いため、施設の面積は少なめ。数学。 理科の教室が中心。2階屋上に出ることもできる。アリーナ体育関係の施設はここに集中する。また AED が1階に設置されている。同校では制服のないことが大きな特徴であるが、体操服などには指定がある。また、普段は普通の服装だが、卒業式などの儀式では各自でそれなりの服装を用意しなければならなく、校内では 式服と呼ばれる。部活動は全部で17部あり、体育系が多い。ありがとうございます。